毎度おなじみ大垣千秋でございます。なでしこトリンが浜松の友人と大井川キャンプへ行ってしまうということで、休みを持て余した我々ノクルの残り物メンバーは夜遅くまで SNS で無駄話に興じていたのですが、わしらもキャンプ行ったらやないか、おんという流れになり、急遽山梨の北へと向かうこととなりました。12巻はそんな3人のやけくそキャンプの模様をお送りいたします。公文社。緑のトンネルっていいよね。日が遮られて涼しい。あれだよね、なんかトランポリンがあったよね。なぜかガソリンスタンドの真ん中にトランポリンがあったけど、何だったんださっきのは。謎。あ、ハッピードリンク、ハッピードリンクショップですよ。みんな大好きハッピードリンク。なんか飲んでく。すごいよねハッピードリンク。ビューフタイム安くないよね。80円のやつとかあるのかなと思ったんだけど、意外と80円のジュースないぞ。100円、110円だ。思ったほど安くねえな。ボスも120円だし、そこまで安くねえな。まあいいや。そろそろか、攻撃濃度だ。こっか、ここでいいのかな。マストミもまっすぐ行くといけるんですね。まあマストミは、マストミ温泉かは後で行きますけど、とりあえずこっちだ、攻撃濃度が。おお、富士山。あ、いいな、やっぱこういうとこいいわ。のどかでいいっすよね。いやー、ほんとこんな感じの、なんか田舎道って感じですよね、ほんとに。なんかこう石垣の上にこう平らにしてるんですね、こうこんな感じでね。あれでこう土をこう流されないように多分してるんでしょうね。まあ、平らにするっていう意味と流されないようにするっていう2つの意味が多分あるんでしょうね。あ、いい道だ。ゆっくりコトコトトコトコ走るのいい道だよね。よーす。ここっぽいんですね。多分ここだな。おお、結構砂利道だ思ったより砂利道よいしょ、ちょっとこっちにしとこう出やすいようにしとこう。 あっちでも止めれるな。止めるならこっちに止めましょう明けのの農場でまずこう入ってからしよう。自分らのよくイメージするひまわりだね。でかい。
さん。明けのビレッジ。券売機、あ、はい、ソフトクリーム以外はまだ、11時からの営業になりますので、あ、そうなんですか、はい、11時から2時までの営業となります。あ、そうなんですか、はい、申し訳ありません。はい、少々お待ちくださいね。今何時でしたっけ。今ですね、9時10 20分ですね。あ、じゃあまだ1時間以上あるんだ、はい、申し訳ありません。もう少々お時間ください、ね、じゃあアイスクリームだけください。はい、大丈夫です、ちょっと待ちください、はい、そういうことらしいです。11時にならないと基本食べられないらしいです。はい、ありがとうございます。はい、テラスの席でしたら、はい、座って外の景色を見ながら、あ、はい、この中はまだなんですけれども、はい、テラスでしたら大丈夫です。そこの、はい、気持ちいいですよ。あ、じゃあちょっと外出て、はい、あ、はい、そこでお座りになっても結構ですので、テラスのところね、はい、あ、はい、綺麗な景色が見えますので、ちょっとさっきひまわり見てきたところなんですよ。あ、そうなんですね。まだこの先にもひまわりってあるんでしたっけ。あ、そうですね、ちょこっとなんか植えてはありますけどね。本当でしたらこう一面に毎年かなりですけど、ちょっとちょこっとですけどね、はい、はい、あるようですけれどもね、はい、そうなんだ、もしよろしければ、はい、行ってみてください、はい、とりあえず座って食べましょう。トマトの詰め放題ってやってるんですか。やるんですが、本日トマトが届くのが10時半ぐらいになるので、はい、そうなんですか、申し訳ない、朝収穫したものを取ってきますので、そうなんですか、時間がかかっております、もう少々お待ちください。日によってやっぱり前の日にたくさん取れたりすると朝からできるんですが、はい、はい、今日は昨日のが全部入れてしまったので、はい、今日朝菜園の授業員の人が来て取ったものをこっちに10時半に、あ、それ以降となってしまう。そうなんですね。いえいえいえ。あ、そうなんだ。
ちらお願いします。はい、ありがとうございます。再チャレンジ、チャレンジ。ご清聴ありがとうございました。レベルが上がりました。セーブします。セーブしました。ありがとうございます。野菜カレーですね。こちらの番号をお待ちください。お待ちください。